ウィリアム・グレーブス・シャープは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、外交官。オハイオ州マウント・ギリアドに生まれる。1881年に、ミシガン大学を卒業して、法学の学位を得ると、イリリアで弁護士を開業する。また、炭や鮮鉄及び、化学物質の製造にも従事した。1885年から1888年まで、ロレイン軍の検事を務めた。 1892年には民主党の大統領選挙人となり、1900年には民主党の会議員候補となり、第61議会から63議会までの会議員を務めたが、1914年にウィルソン大統領からフランス大使への就任を要請され、会議員を辞職した。この記事にはパブリックドメインである次の出版物本文が含まれるギルマン。 DCPEC、DC HT コルビー、FM、エズ、ニューインターナショナルエンサイクロペディアニューヨーク、ドット、ミード、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。